赤いのワンモーター機の周波数切り替えについて説明させていただきます。当時のデッキのキャプスタンモーターというのはほとんど周波数同期型ですから、 50Hz で動かすのと 60Hz で動かすのでは回転数が違うわけですね。そうするともちろんテープのスピードが変わってきます。例えば 60Hz で2極モーターでしたら1秒間に60回回転しますけれども、 50Hz では50回しか回転しないと。普通ラウンドパーミニッツで言いますから1分間に何回転ですから、60回ということは 60×60 で3600ラウンドパーミニッツ、3600ラウンドパーミニッツになるわけですね。ですから 50Hz 地域と 60Hz 地域では回転数が違いますので、テープスピードがそれに応じて速くなったり遅くなったりしているということで、それを修正する必要があります。普通はそのキャプスタンモーターにプーリーがついてまして、そのプーリーの径を変えることで、周波数を切り替えているということが一つと、2極とそのもう一つの対の2極はですね、90度の位相を持たないといけませんから、90度位相を進めた電気を作るために、深層コンデンサーというのを使います。そうすると 50Hz と 60Hz では90度進めるのに時間が違いますから、そのためにコンデンサーの容量が違うと、深層コンデンサーの容量を変えないといけないという、この2つの変更が必要です。まず最初に、その深層コンデンサーの方を変えないといけません。まず深層コンデンサーの切り替えですけども、これは AC コードを抜いた状態で行います。これが切り替えスイッチですね。こちらが60、これは50というふうに表示されています。 50Hz には切り替えるにはこのようにスライドスイッチを変えるだけでいいです。普通は 60Hz はコンデンサーがついていてですね、50にするとちょっと容量が足りないから、その足りない分だけさらにコンデンサーを追加するという形になっています。これが終わった後にスピード切り替えを行います。次にスピードの方の切り替えですけども、これは必ず電源を入れてキャプスターモーターが回っている状態にして切り替える必要があります。ベルトを無理やりこうプーリーの違う段差のところに移動させるわけですから、動いていないとですね、ベルトに無理な力がかかってしまうということです。モーターを回しとっても結構無理な力がかかるので、あまり頻繁にしない方がいいと思います。必要最小限がいいと思います。それでこの場合はドライバーをこう入れてですね、アウトが50ですから、これで 50Hz になりました。それで今度は50から60にするには回して押し込んで離すということで変更ができます。以上で説明を終わります。